ブラボー、こんばんざい、あら、あら。水パパ。ラッシー、こんばんざい、こんばんざい、ちゅうさん、こんばんざい。姫、姫、姫、二つなっちゃった。こんばんざい、ビーラマさん、こんばんざい。今日は、メイちゃん、おばんです。カヤばん、おばんです。はい、あの、アクションドラマの撮影をしてきたので。顔が濃いです。すごく。濃いめ。 とっても濃いめです。うん、濃いめ<目>。とても濃いめだ。ちょっと本当数分前まで寝てて危ねえと思いました。じいじいこんばんざいこんばんざい。 メイさんとチキを取ってからもう2か月以上経ってるのをわ笑ってるもうそんなに経つのマジ早っ渋谷だよねいい目をしている本当今日ょはい,濃いマジ濃い思うもてかいつもとシャグの色が全然違うからすんってしてますすん スンってしてててててしししるけどプッ,てしてるッてしてますよく覚えてるねすごいなんか覚えてる人は覚えてるなんか印象的にあの時期はなんかすごいメンバーがパタパタしてる時期だったから覚えてんのかな確か撮影用ですもうこのメイクはいやまああんま変わらんけど

超制服久々に来ました制服これは席にしますふっちゃんこんばんは、ね、いこんばんは、ね、いドラマのメイさんかっこよすぎ嬉しいそれはすごく嬉しい来月このメイクがいい ここまで声バチバチに来いにしますか年齢、ね、よミオちゃんこんばんはこんばんはイキリちゃんこんばんざいこんばんざい今日はありがとう前髪が,めがもうポカポカですこんばんざい

さっっちゃんとの写真はやばかったあ、もうね髪の毛がこれだからもう制服をどう着てももうチャラいのだからもう諦めてチャラいのにこう走りましたそう笹川君って写真撮ってもらったの可愛かったでしょかわちっつって昨日の高めツインでの配信が見れんかったからのぞちゃんにいっぱいスクショを見せてもらいました スクチョ <laughs> いっぱいスクチョ風紀の悪い学校だったいやでも自由自由な校風でこうやってのびのび生徒が育つっていうのはすごく素敵なことだと思います <laughs> 思いますとか言って 思います思います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 なんか昨日あんまりなられんくて実はなんかお仕事までに行くまでにの時間が短すぎて なんか1時間ぐらいしか寝ずに行ったんですお仕事にそしたらもうダメだったねなんかもう昔は徹夜とか余裕だったけどもう今もう徹夜とかできない体になってしまったバチバチお化粧のメイちゃんもキュンです「付近んいたらすぐ怒られる先輩付近んいたら怒られちゃううこの髪の毛14もニに決まった?」 14のレに出てたよね出るよっていつの間に初めてアンドリューヤッホーヤッホーヤッホーイェイヘイイ <laughs> すごい顔してる。 14の年になんか出てたよねど公式からか昨日あんなに遅かったのに今会議終わったんだけど <laughs> あお疲れそ <laughs> うでもちょっとまあ普通通りぐらいに戻ったぐらいだよね <laughs> 昨日めっちゃ遅かったもん配信やばと思ってでもこれでもちょっと遅い方ちょっと寝てたから今いやこれは一回寝ないと配信多分ね何も喋れんくなるわと思って一回寝ましただから声がガラガラ出るのは あの寝起きだからですあのスタッフさんにも今日撮影の時に「寝不足なの顔に出てるよ」って言われてちょっと言われました失敗しちゃったねテーベロ29日の60分はほぼワンマンライブレベルやんいけんけどねえめちゃめちゃワンマンに近いぐらいのレベル <laughs> あれワンマンライブかなみたいな <laughs> ワンマンだよって 言う,て言うてワンマンほぼイ見や意見あれレベルやでほんとにやべえやべえって <laughs> そうもうほんとにバチクソにメイクが濃くて面白い <laughs> 大人っぽくなりまますねここまで来いとあのドラマの時はここももう全部おろしだったので久々に何もしないでおろすっていうのが久々だったんですけどすごい変な感じがしたのとあとアクションすごい頑張ってはきたので楽しみにしててほしいなと思います。で今日なんか曲数多かったよね久々に SE が A だったからめちゃめちゃ1人ずつ出てくるあの今。 足軽ジャパンの中では結構よくやる SE なんですけどその SE が今日バンドジャパンもそれだったから結構珍しいなって思いながらサラは「願い星」と「七色パラソル」と「エール・デリバリー」の3曲に出ました学生さんになったんですよ今日高校時代は本当に真面目ちゃんだったからこんな感じになってないんですけど 高校時代真面目だったんだよ一応でこのピアス2連とかしちゃってこんな女の子じゃなかったよ昔は昔はなんだろうなうん宿題とかはあんまやらなかったけどでもちゃんとし,してる子でしたちゃんと学校も行ってたし当たり前だかった クラスみんなで漫画読むのが流行ったりとか結構楽しくできてたので格好生活を今思えばまあまあまあ <laughs> でもな高校の友達は一生ものって言うじゃないですかまだそこで私はね人間関係を広められなかったから、まあ、実質ちょっと終わりなんですけどあのドラマ雰囲気には赤髪合ってる合ってるうれしい水沢が ご迷惑をおかけしましまた <laughs> 全然だよ早く治ってほしいはるなちゃんでも復活したって書いてあったからこのまま復活してねいい体調の方にも持ってったらもになればいいなって思います今日本語めちゃめちゃ下手だったね最近願い星率が高すぎて確かに願い星よく出るイメージ瑞穂浦 なんか願い星めっちゃ出るなーって確かに思う確かに思うめいちゃんめいちゃんイェイ,イチ j k になったからちょっと精神的疲労がすごい <laughs> 何年前だよと思いながら制服着ました「願い星好き?」「イも好き」「願い星」「好きだな」って思って。 めめちゃめちゃゃ、願い星ってなんであんないい曲なんだろうねマジバチクソ重たい歌詞解釈しちゃうけどう単純に曲が良いと思うみんな今テンション低いんじゃないんだよ寝起きだからねこれマジ寝起き 超寝起き制服最高やん制服を着ることは別に嫌いじゃないんだけどなんだろううーんと抵抗があるさすがにねやっと夕ご飯夕ご夕飯を食べ終わったお夜ご飯メモ食べたよ今日オートミールとキムチとはあちょっとあくび出ちゃうね キムチと辛いやつ食べました辛いのばっか食べてる最近辛いものを欲してるのかもしれない悩んだ末にンマンの曲選べなくて投票しにくったえー、そうだったのマジじゃあジージェが一体何に入れる予定だったのかじゃその一票でもしかしたら変わってたかもしれないからね順番とか楽しみですねあずたんこんばんざいこんばんざいありがとうございます イエイあずた犬が DJ してるのかわいいね芝県あ明日から2日間は珍しくライブがないですね27282930にライブがあるんですけど27が1本28が3本29が1本 で、今エサーラは5月の選抜落ち間近です <laughs> いや本当にやばいマジでここでちょっと頑張らないといけないので来れる方は会いに来てくれると嬉しいですやばい本当にマジでメイメも今マジギリにいる選抜落ちのラインがここだとしたらここにいますワンマンライブの出番って分かったんだよねワンマンの出番 あ,あ分かってるもうある程度はでもなんかまた変わるみたいな話も聞いてるのでちょっと今まだあっんかちゃんと安定はしてないけど大体は分かりましたまあ皆さん楽しみにしてもろてもろてもろてまあ何が来るかはみんな次第ね <laughs> <laughs> 一部とかは特にねみんな多分投票した曲があると思うんですけど何が来るだろうねって感じだよね <laughs> 全部好きなんよね DD? あ <laughs> 楽曲 DD でね「まきちゃんこんばんざいこんばんざいこのままいけば29日いけそうです」お待ってるよ来てほしい本当にマジでやばいから来てください本当に。 十四に行くか平日だから夜だもんね。そうだね平日だったら夜になるね。<laughs> この花と清月と新月とエール出てくれればオッケーって <laughs>。<laughs> 何に出るかは皆さん楽しみにしててください。二十八日行くよ待ってるよ。いや本当に。 私今ここ2回ぐらい動員ゼロが続いてるからそこでもう落ちちゃったんだけどだから本うにやばいマジで今価値がない人なのでちょっと頑張って上になれるように頑張りたいと思いますやべえやべえっていうね28日待ってますねい,い。 毎日が痛い。胃 <laughs> 痛と戦う人になってる。はげちゃん、こんばんざい。質問、メイさんの後ろ髪、まっすぐアーチ型後ろ髪は、今は、あの、シューってやってます。こんな感じ。見えるかな斜めの方が見やすいこんな感じです。見えるかなこんな感じ。 こ,んな感じこういう感じに最近は毛先をこう巻くことが多いのでふわっとはしてるかなふわっとはしてますふわ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 りふわふわふわアイリーとふわふわふわふ 高そう、めっちゃ怖そうそれやばないめっちゃ高っけってなりそうありがとういいえそうなんかあとね生え際がちょっとはげてるこっち側が前髪じゃない髪の毛を前髪にしちゃっててちょっとバグが起きてるっていうねここ本当はここがこれの役割をしなきゃいけないんですけど前髪にしちゃったから ちょっと長長さが足りない。あ、これロッキンです。ロッキン。<laughs> ロッキン T シャツです。可愛い,い。かわち。ロックロックしてこう。これはロックダンスですね。ロックダンス。いや本当になんかレッスンとかでこうやってこいじゃんか。 やばいやばいと思いながらもやってる同じの持ってんの趣味が一緒じゃないか <laughs> 趣味が一緒やんけ嬉しいそれはすごく嬉しいね まあとということで安原今絶賛危機に陥っているのでもしよければ皆さんねお友達とかも連れて会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。花粉すごすぎてくしゃみありすぎてなんか内臓出るかと思った <laughs>。内臓マジポーンで出てくるのかってなって思ったぐらい。 マジでくしゃみがすごかった大変って思ってもう鼻水もダラダラだしなんかどうしようと思ってもうやべやべってなりました明日はね明日の仕事があるんですけどまたでも久々に目覚ましをかけずになられそう明日は。 一応かけるんだけどねある程度10時あたりまでにはかけるんだけどでもいつもだいた10時過ぎぐらいまで寝てる気がするなんかねいっぱい寝ちゃう本当によく寝るねっていうぐらい内臓出たらもう死んでるから病院行けないかもしれない内臓出てたらもうごめんねって感じでちょっとごめんねってしようか でもなんか、このアクションドラマの撮影とかに参加させてもらうのが結構久々っていうかまあ結構何度か撮影に携わらせてもらってるとか参加させてもらってるんですけどなんか毎回毎回結構いろんなアクションをやらせていただけてて安原は。結構ん楽しくて一瞬なんですけど終わるのが。 ななんかいいいつも楽しいと思いながらやってますのでちょっとまた詳細は後日発表されますのでじゃぜひ会いに来てください。名古屋の差し入れは話せればもうワンチャン考えてたけどその方が良かったかないやどうだろうでも全然もう何でもって感じでも前回の名古屋遠征あれは大阪か。大阪の時はみんな 本当ににんか半分ぐらいあのティッシュ買ってた今日はここがちょっと擦れたぐらいであとは無傷です岸さんこんばんはんばんいけがに注意あ全然怪我しないようにやってるから大丈夫だよなんだい時間かかると思うけど作りますねあれめちゃめちゃすごいと思っててめちゃめちゃ嬉しい部屋に飾るねもし。 私のお家にに来たら部屋に語るえすごい可愛いと思ってた再現度すごいよねなんか本当にすごいと思ってガチャガチャとかにしてほしいもんバンザージャパンメンバーズに作ってさカプセルトイみたいな感じで作ってもらえたらめちゃめちゃやるのに、ま、回す回すって思うぐらいのマジすごさ商品になるあれは。 花粉症ってなんで毎年あるんだろうって思ってもうてなってます今もうて,もーってセンスの怪我に注意してほしいあ扇折るからねよく私がよくセンスをね病院よくにしちゃうタイプなんですけどセンスすぐ折れちゃうバキバキバキってマジセンスバチバチに折れますねバキバキバキって折れちゃう。 超折れ折れって感じもう手,手の握力は別にそこまで強くないんだけど多分なんかふとした時の「よっ!」て力が強いんだと思うなんか感情がこもっちゃってるからーってやったらブギブギブギっていっちゃうみたいな感じやべえって思ってマジでやばい本当にすぐ力を込めちゃう SNS 全然降りるしかも なんかこのこうなってるじゃんセンスってまあ言うてこういう指みたいな感じでここが折れるんじゃなくて私ここのそれらをまとめて骨組みの方を折っちゃうからいつも本当にどうやって力を込めてるのだろうって自分で自分が怖くなるゴリラみたいな握力最強のゴリラなのかなって思っちゃうぐらいよく戦争を壊してますダメって分かってるからいつも壊した後とは吐けてきてすぐに私はドキドキする最近は申し訳ございませんでしたって 一応備品だからね備品を壊しまくってるということなのでいつもやってしまった際はあのちゃんともう膝をついて謝っております <laughs> 申し訳ございませんでしたって <laughs> ほんとほんともうやばいぐらいに花芽が折れちゃうんですよ骨組み 人間で言う背骨が折れるみたいな感じ髪色は今のがいいえこれがいいこれだったら嬉しいかもいつまで続くか分からないこの赤髪ちゃんもうなんかピンクっぽいけどねちょっと薄いしまた入れなきゃなって思いながらながらながら鉄のやつあれはよくなんか 武器で見る、鉄の奥義はこういう感じで構えてる人を見るって言って風がピョーンって言ってピンって言ってここら辺にピッって血が出るやつ願い星の時髪の毛食べてたずっといつこうやってやろうかなって思ってたけどもうずっとここに髪の毛がこうやってずっちついててかゆいって思いました <laughs> ちょっと早くねここの髪の毛が伸びてほしい。 ととてもとてもも思いますそれこそ怪我をするいやなんか力も強いけどなんか一個一個が早いんですよえざらだからそれもあると思うなんかね早いのよなんか早いみたいな動きの一つ一つが早いのでそれはでもめちゃめちゃ言われる早いってなんか撮影をされる方が めいちゃんはよくブレてるって言われるんですブレちゃうブレブレの西原さんですちょっとヤンチータイム終了ヤンチータイムとか言ってヤンチータイムは終了ですこういう感じのフープピアスをつけてます 今のにするね待ってる今のめいちゃんを楽しみにしてるすごい嬉しいファンの方が何かを作ってくれるっていうのは嬉しいですよねよいしょ OK めいさん用にシャッタースピード上げといてくださいマジで速いって言われるし本当になんか大体ブレてる <laughs> セースとかブレてるなんか速いのかな サラの新衣装の時の、ね、ーラを撮る時におすすめなのは結構わざと衣装をふわっとさせてるからふわっとめいちゃんを撮りに来てねココココンコンンンフルメあコンコン明日明日ってと多分めちゃめちゃ告知をしますが嫌にならないでね <laughs> 会いに来て欲しいよーで会いに来てくれた人にはを <laughs> どうしよう幸せにします可愛い,いありがとうなんか難しいよねパフォーマンスでさ全力を届けるなんて当たり前だからさ毎回違うパフォーマンスをするのを目標に頑張ってるけど最近は一定化してきちゃって自分の中ではまった あのなんて言うんだろうハマる解釈があるとずっとそればっかやっちゃうチキの時のポーズに悩むそう私もいつもチキのポーズ悩んじゃうのなんか何やろうかなみたいな「メイちゃんのポーズってあるの?」って言われるけど別にないからいつもこうやってピースとかばっかだから何かを作り,作りたいねメイちゃんポーズ何のイメージこれたこ焼きでしょ 幸せにするよそうだメイは自分をしてくれる人は幸せにするチキポーズいちも増やさなきゃ世間好きグータッチはどうじゃあグータッチにしようかなフィルムあるけどこれをメイちゃんポーズにして仲間だぜみたいな世間好きだとた前だから何ちょっと強そうだからこっちにして。 タッチを女にしようかなかわいいよ,よりもか,わかっこいい方がイメージがあるでしょあんまり可愛いを求められることがなくて今日とかエールデリバリーのラップで g「g u t s って可愛く言えるって言われて楽屋ではできたんだけど本番になるとやっぱちょっとなんか。 Yeah! っていうなんか精神が出てきちゃってちょっとなんか真ん中あたりになっちゃった g u T s, <S 本当は楽屋では g u T s とかやってたのに <laughs> そんなもうこっちの手なんてもうどっか行っちゃってもうなんかもうこういう感じになっちゃったからねげんこつ軸を重ねていく雪だるま雪だるまつくよードアを開けてー 一緒に遊ぼう「どうして出てこないの?」「前は仲良くしてたのになぜ会えないの?」「雪だるまつくろう大きな雪だるま」「あっちってあなわかったよ」 リアルに殴られポーズがいい殴ろうかな画面から倒れ消えてるあもうソロショットやんそれ <laughs> 実質ソロやでそれそろそろあんまり最近は目はあの髪飾りをつけないんだけど今日は久々につけましたしんやさん 初見ではじめましてはじめましてバンザイジャパン石川県の電動シーリーダーの s メイですどうもこんばんはよろしくお願いします初見さんが来ると嬉しいよね初見受け悪いから s なんでなんだろう怖いんかな、ね、やっぱ髪の毛赤いもんね向いてるみたいメイもだ、ね、って 一般的にこの髪…別に外見で判断しやんけどあのこの髪の毛の人歩いて言ったら見ちゃうもんねわーって <laughs> 今日なんか隣にね3歳ぐらいの女の子がママに抱っこされていたんだけどまじ目合った瞬間一回も話さずにずっと「なんだこいつは」みたい今まで見たことのない人種だみたいな感じですごい見てくれて。 見てくれてとか言ってそういド M みたいになってたけどすごいじっと視線を感じててしかもちょっとなんか顔がニクニクするんじゃなくて「え何これ?」みたいな顔してたのちっちゃい子でもやっぱなんかちょっと特殊っていうことはわかるんだなと思いながら「やっほー」ってやったけどちっちゃい子好きなんでなんかよくあの私がお願いをして会えてないから甥っ子の写真を送ってもらってるの ね、定期的に送られてくるんだけどめっちゃ可愛いのねでねなんかアクスの目のアクセサをこうやって持ってるなんかまだ開封してない袋に入ったままの四角いやつのアクセサをこうやって持って歩いてる動画が送られてきたのめちゃくちゃ可愛いじゃんって思ってでその動画終わったら次のなんか動画見たら捨てられてた「ぽい」って <laughs>「おいおい」と思いながら会ったことないから本当に目知らない人だと思うのね お一個かららしたら知らないほんとに何か4日間で髪の毛赤い人って思われちゃうからまだ人見知りが始まってないって言ってるから会いに行きたいんだけどいかんせん会いに行く時間がないからちょっと大変くしくし会いに行く時間がちょっとなくてですねしょぼんぬでございますけど第2弾がねそうアクスタ出るので2 0 ロックから今回はその台座も可愛いしなんかめちゃめちゃ可愛い前はさ全部赤だったけど今柄もあるから可愛いよなと思って前は目よすまし顔でって顔してるんだけど今回のラクスタ「なくした」はって顔してます頑張って無理やり笑ってる女の子みたいになってるんですけど次皆さん チチチェェェックチェッックククです <laughs> 23歳ぐらいの子と電車の中でそうママに気づかれないようにねお顔で会話してこうやって目線で「うん」るかの好きちっちゃい子大好きなんです本当に好きで可愛い,い今回のセンスがいいよねねセンス持ってってみんなこうやって持ってるんだけどで買おうかなと思ってたら たあんまああいう顔やらんから珍しいこの顔と思ってなんか楽しいことあったのかなって思いながら自己判断したんですけどなんかみんなのもとにアクスタとなって飛べるのは嬉しいですねビューンビューンって感じ「タンタンティーこんばんざいこんばんざいありがとうございます」「エサラメイです」「イェイ!」 イェイハ <laughs> メイだよパカーって顔して笑ってるのかわっち <laughs> マジでねアホ面みたいに笑ってるなんか笑顔が苦手でライブの反省ノートにも笑顔が不得意だから「頑張る」って書いてダニとか。 笑顔が本当に下手くそだって書いくタイプなんだけどで撮影の時も結構私はしましてる顔が多いんですよで結構こういうなんかこういう顔が多くて撮る時も笑えるって言われてもなんかぐらいなのぐらいなのねあんなって言われてるの初めて見たびっくりしたのもうここにあるんです何だ って言われてるこの口開けて笑ってる姿めっちゃレアだから安 <laughs> 原的にはや,これやっぱ大坂かわいいよねなんかこんなかわいいことあるみたいかわっちいめいちゃんと一緒やってね「ハッシュタグひらがな」でめいちゃんと一緒です同一人物だよ 同じ顔してる今何かあったのかなめちゃめちゃ面白い口してるすごい楽しそうでもなんか前髪もめちゃめちゃパッツンでこの人あと先生に添えてる2本の指が気になります癖が強いんじゃ癖が強え ちゃんとハッシュタグつけてるよ。ありがとう見てる。めちゃめちゃみんなのツイート。ありがとうと思って。めちゃくちゃ嬉しい。やっぱアクスタはいいですね。みんなのもとにアクスタを行きましょう。ゲッとしてね。台座が可愛い,いね、今回すごい可愛い,いんですよ。なんか、でも名前の絶対がすごい面白い。え、さあ、雨みたいな感じの絶対ですね。前は、 ララメメっってて感感じじだけど今髪の毛家で赤く塗らないといけないな塗っといてでもステッカーは赤髪なんですよなんかえマジ別人かの子とか髪の毛が赤に変わってるからステッカーちょっとそちらはそちらで楽しんでもろてもろて和柄七やっぱ和柄いいよね私も和柄がすごい好き <laughs> 和服が好きだからかなめちゃめちゃ和服好きなんですよ まあ、うん、バック好きですねこういうアクスタとかこういうものになるものに関してはすごいアクスタとかはワックとかはキュンとしますねキュンときた大好き <laughs> あ、やばい、かゆい <laughs> 数量限定なのが怖いあー、ね 何個なんだろう全然知らないんだけど。大丈夫かなもし、興味があれば、エズアラの <laughs> 第、第二代目めいちゃんを、二代目メイちゃんをぜひ、お迎えしてくれると嬉しいです。<laughs> だから結構、スパンが短いから、なんか、びっくりして、私たちも。もうやるのって思って、なんか、クシタって、なんか、そんな簡単に出せるものじゃないと思ってから、 1>, なんか1回目の時すごい嬉しくてめっちゃうれしいんですって力説したと思うんだけどやっぱ 2, 2段目が出るってすごい嬉しいことだけどまあ衣装とかも変わらんし1個戦争を手に持ってるのでまあちょっと強くなったかなぐらいの <laughs>。さらに今回のアピールポイントとしては扇子を持っていることと戦争に据えている指がちょっと気持ち悪いっていうのとあとはえっと普段あんまりやらない顔笑ってるから。 それはちょっと皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。まあ、そちらもね、ぜひゲットしてもらえたら、まあ、嬉しいなと。まあ、皆さんのね、いろんなものとご相談しつつ。あ、欲しいなって思ったら、お迎えしてください。スパン、それな、それな、それな。アンデリはこんばんざい、カラフル衣装にして欲しかったな。いや、目もカラフル衣装も欲しいけど、紅白衣装も欲しい。 全部の衣装コンプしたいカラフル衣装とか絶対可愛いじゃんでも髪型とかもだったら変えたいしできることだろだからなんかいろんなのがねだって衣装じゃなくてもいいわけじゃん夏とか浴衣とかね出てたらよくないなんかこの衣装にとらわれずにアクスタとか作れないのかな 逆にサイズはもう一緒全然同じよあのねなんか身長をもとに作ってるらしくてだから本当に前のやつがちょっと足曲げてるけど大きさで言ったらこんな感じです本当に一緒ほらマジ一緒ですちょっと新しい子の方が身長でかいかなみたいな。 第一弾がちょっと膝曲げてるからこっちはねもう伸ばしてるからねでも本当に変わんないです「ハッシュタグめいちゃんと一緒ですよろしくお願いします4月中旬にカラフル4月末に「紅白」とかアクスタ出たらいろいろなくそれはやばいもう低スパンすぎるそれは専用ケースの土台を探さなきゃイエス ちょっと大きいからバンージャパンの握手ってちょっとでかいんですよ。でかってもあるから。ぜひゲットしてね。乾杯。 DD 的にはお金がかかるのでスパンが欲しい, <laughs> いろんな子欲しいよねそりゃわかるしかもアクスタってやっぱ可愛いからハッピーハッピーだぜハッピーハッピーだぜやっぱ推しメンがお家にいるって思うと生活のさ彩りが変わるよね家にアクスタメイちゃんいるので実質同棲だよほんとだよ 嫁にしろみんなの嫁にしてくれ嫁にしろ <laughs> 嫁になるかわかんないけど <laughs> 動けない嫁としてお迎えください <laughs> 心のねメンタルサポートします <laughs> すごいすましてるけどね初回初期初期のやつめっちゃすましてる なんでこのステンのとっていうのとやっぱりも左手がすすごいブスななんですよねなんかどこにやったらいいのか分かってないからこっちはこうやってやっててこっちの手をなんかこうやってこういうふうにやればよかったのになぜか知らないけど体にそうして手パーにしてるからそのなんか慣れてないさがおもろいですよね左手って思うのあと珍しくこっちは眉毛が見えてますね。 眉毛が見えている。珍しい。超珍しいじゃん。お前は。あ、こっちは前髪ちゃんとしてるわ。ね、前髪固めないから。本当自由自在に飛んでっちゃうのよ、前髪。たくさんの旦那と弟と姉様が。いますね。<laughs> みんなで一緒にどうせしよう。一緒に寝て破壊しない。破壊しないようにね。いや、本当よ。 こうやってたらマジ一、まあ、回首折ったことあるから湧くしたの気をつけないとねえ衛生回りしてた折れちゃうかもしれない握ると折れるって言うけど意外とそんなに折れないよでもマジで簡単に折れると思うこれはだってこんな薄いんだからマジ秒だよ目がこれをバンっていって折れるからマジで お帰りなさいご飯にするお風呂にするそれとも聖剣好き野蛮 <laughs> な女だねリママみたいに複雑骨折な子ってあ笑っちゃったんだけどすごい綺麗に折れてた <laughs> でも確かに今回首を折れることはないと思うんですよだって結構暑いからでもねやっぱ目も足が折れるとしたら足かなって感じ多分もうざっくりいっちゃうと思う 耐えてほしいお前、お前そんなしましたかをしてる場合じゃないんだよ。<laughs> ねリモ折ってた。何したんだろう。踏んだんがまじ踏んだら一瞬だと思う。アキスタは今前髪が長いんです。ほらエサワラ目にあるまじき行為だよこれはそろそろ切りますね。次のライブではもう短いんじゃないかな。見て。 めちゃめちゃ長いこんな長いよどんなケースにしようでもあのサンリオのケースに入れてくださってる方はいますねこの間メインポムポムプリンちゃんに入れられてましたプんって <laughs> リママは落として落として踏んだのそれはやばいな、ね、落として踏んだそうだそれはやばい <laughs> めめちゃめちゃゃバキバキに降りちゃいそうそれはそうでもないのかなそうでもあるかむしろよく一個の骨折で済んだねもっと行っちゃうかなと思った勉強お風呂入る元気ないな絶対これ配信終わったら多分「すやすやす」だよ <laughs> いい夢見ようなって感じ <laughs> そうだから私はこの27日28日29日のライブは特にたくさんの人に来てもらえるように頑張りたいのでちょっと本当にね行ける方は友達とかはね連れてきてくれるとすごく嬉しい化粧は落とそうでしょ本当に良くない。と思ってるでもね頑張ってお風呂入ろうって今心の中で覚悟は決めている。 無理かもしれん <laughs> いけるかな無理かなどうだろうかえーどうだろう 鼻がねむずむずする今日の分のまだ薬を飲んでないからですねもうほんと花粉症のせいでなんかもう今鼻詰まってて何の匂いもしないしなんか味も得意んか言うとコロナじゃないのって言われちゃいそうだけどでもほんとに花粉のせいで鼻が詰まってるんですまずもうその時点で終わりって感じ 集まってる。目も痒い。この薬苦いんで。 溶けるタイプだから「人なりに言い続けたろあやばいお茶で飲んでるの見られちゃった私薬にめっちゃ厳しいんですよお,お茶で飲むなんてマジ本当絶対ダメって思ってる人なんですけどもう今目の前にお茶しかなかったからお茶,お茶で飲んじゃったあとあと5日分あるからあと5日分はこれで過ごさないとストラリニにいけない。 ねそれの喉乾かないその薬マジで本当にお茶の味はねお茶はするえなんかちゃんとお茶なんだなって感じだけどただただ鼻が詰まってるからあの破ごりじゃん今だからあのね何だろう風味とかは鈍いです私今。 だから味の判断はつくよオイロン茶飲んでも緑茶飲んでも苦いとは思うしだけどな,なんて言うんだろ紅茶とオイロン茶の違いとかは大してあんま変わらん気がする今はわかるけどうんみたいなお茶お茶お茶たちをたたっちょたたっちょ亮ヘイ寝てましたおはようおはよう むんしろちゃんこんばんは。たなわらししこんばんは。お茶がだめって根拠ってあんまない。えでもなんか水がやっぱ一番好ましいって聞いてるから結構薬はマジで水で飲んでる。今は例外。あの水,水道水苦手なんです私。だから水道水以外ってもっとこれしかなかった。フルムはサマしこんばんは ライブにおいでよサマス土日ライブだぞ。強炭酸で薬飲むと飲みにくいえ絶対飲めないだってめあれだもんあの炭酸があんまり得意じゃないから嫌いじゃないんだよ炭酸は嫌いじゃないんだけどあの飲飲むとで顔になる牛乳はダメって聞いたあ牛乳飲めない。 飲飲めめるけど飲めない豆乳は飲めますまだうんお薬がお茶がダメな薬は鉄分が入ってるやつあそうなのなんか難しいねなんか結構薬を飲む機会が多いのでなんかとりあえず水で飲む時安心安全だろうみたいな感じですでジュースとかで飲む人の気持ちがわからんマジでこれは薬は日本酒で飲むといいよ 本当にまあねあの一日一杯長寿の知恵って言うもんね間違って赤羽のチケット買った1時間楽しみだよお待ってるよいやほんとにねちょっとその間のエサーラはちょっとマジで頑張りたいのでちょっともしよかったらね皆さんめいちゃん予約で会いに来てくれ抹茶 緑茶、ウーロン茶はニガニガだからダメだけど紅茶は好きえ紅茶めちゃめちゃ好きだよねアールグレイとかめっちゃ飲んでたしだか,らだからすごいねショックなんですよ今鼻が詰まっててお薬で口飲んじゃダメだよめいちゃん信じちゃってるいやめいねあのまずねお酒飲まないからね <laughs> お薬をねお酒でめい絶対水で飲むもう最悪お茶って感じ 今考えたのの日本酒で飲むのなんか口の中で何か化学反応起きそう日本酒と一緒に飲んだら化学反応で薬がブヨーってなりそうまずくなりそうじゃないでそもそもお,お酒が苦いのかすごい背中か,かゆいと思ったら髪の毛があったもし行くとしてもラストライブのこの予約にしてしまいそうお願いメインにして <laughs> <laughs> メインにしてとか言っちゃダメなのかなでもしてくれると嬉しいなっていう感じ結構本当に今マジ選抜オちなんでしてるのでちょっと5月頑張りたいから5月の時に反映されるのでメイちゃん推しの方はメイちゃんで来てくれると嬉しいそこは難しいけどね 違う悪いいことだったもんもんないしでもよく言うならばって感じですね。TikTok の田辺と中須さんを見てほしい笑いけるえ TikTok?TikTok TikTok 最近ねやっぱちっちゃい子が流れてくる。本 <laughs> 当にちっちゃい子ばっか見てるインスタグラムもちっちゃい子フォローしてるし。 ちっちゃい子ばっかほんと見すぎてなんかもう産んだのかなって思っちゃう周りが早くなるから睡眠導入剤だとか効果強くなりすぎるからやめてってそうだよダメだよアイドルオタクのあるあるみたいなやつえ見たことないちょっと調べよう田辺と中さん何が出てくるかなあとハロプロの映像がよく流れてきました ハロープロジェクトでアカウントがあってビヨンズさんもあるんだけどそれは流れてくる今から若返ってくるわ若返ってくる <laughs> あとなんか踊ってるやつがいっぱい流れてくるなんかあれってんかやっぱその見てる人によっておすすめされるものが変わるじゃん昔前まではなんかあれも流れていたなんか天国と地獄みたいなネタやってる人わかるかななんか なんんんでで死だすかみたいな話をしながら「あじゃあ今神の枠七福神が空いてるから七福神で」みたいな「<laughs> い自殺したの?」みたいな「自殺はダメなんだよ」みたいなその一「一気に地獄に行っちゃうよ」みたいな「でもちょっと待ってくださいこの人はこれこれこういうことをしたんですよ」みたいな「マジ?」みたいな「めちゃめちゃすげえじゃん」みたいな感じのネタをする芸人の人が流れてくる。 来てたた時期はあったなんかすごいその人がその人のやつがめちゃめちゃ流れてくる時期があって一時期そればっか見てた時がありましたちょっと面白いと思うとさすぐ見ちゃうからちょろいです私そういった力にはなれない無力さいやでもね本当にね会いたいと思ってもらえてるだけでもすごく嬉しいのでめいちゃん昨日のツイートは本当に変わちすぎたほんと にてこの前髪は何なんだろうやっぱりこれ前髪じゃないんだよ。絶対に。前髪、ここまでなんだよ、前髪、絶対。ほら。ここまでなの。なのに、無駄に前髪増やしちゃったから、量が多いんですよ、今。花粉で目がパキパキする。 TikTok は、いわもうは姉妹がかわいい、6歳と4歳。6歳、4歳知らないかなもしんない。なんか、こんにちは、ひなたですってやつもかわいい。あと最近、さっくんっていう子の、ね、なんか、ねママ、結婚しようっていつも言ってるのがかわいくてかわいくて、もう、結婚しようってこの歳で言うんだ、みたいな。 最近の子は、ませてんなと思いながら見てます。やっちさん、こんばんじゃい、こんばんじゃい。今、あと、すっごい、もう、新生児ぐらいの子が。なんか、自分のくしゃみね。驚くやつが。みたいなやつとかも見てる。永遠に見てられる、そういう。ロリコンかよ。いや、いやなんか、ロリコン、ロリコン、なんか、そこまで幼いとかじゃなくて。もっと幼くていい。<laughs> よっちこんばんざい。みょんかわいい。みょん。これ、ここにいっぱいいるから。ここにしまわれてるだけで。ちゃんとみょんだからね。実は。まだ、全然ここにあるよ。邪魔だなって思いながら <laughs>。だって、もう、もう早く伸びてほしい。せめて、ここら辺まで伸びてくれた方が嬉しい。結婚 知らないから結婚しようって言うんじゃないえ違う本当に可愛くてなんか「ママ結婚しようね」ってずっと言ってんのなんか「パパはいらない」みたいな「ママがいい」みたいなパパが「今日は一緒に寝る?」って言ったら「うん、うんママと寝る」ってずっと言ってんのめちゃめちゃ可愛いでパパがすぐショックを受けて「あじゃあママとその男の子とパパと3人寝る?」って言ったら「 うんみたいなちょっとあんま納得いってない感じで「うん」とか言ってかわいいと思って保育士の時はかなりの数の子に結婚申し込まれたらしい結婚しちゃうよねわかるちっちゃい頃の方が言ってる気がするあー結婚しようってでも大丈夫みんなも言ってるじゃん絶対結婚しようなーってよく「平野さんこんばんじゃいこんばんじゃい」 女の子だとパパと結婚するって言ってる多くないえー、言ってたのかな記憶ないっすね私は記憶ないかもお父さんにお父さんと結婚したいって言ってた記憶はあんまないですパパっ子だったけどね結構昔はちっちゃい頃は今はママっ子ですねお母さんにそっくりだからねお母さんと 高校の時はめちゃめちちゃゃ遊びに行ってた友達と遊ぶよりお母さんと遊ぶ方が楽しかったですね絶対結婚しような今なら言える空気絶対結婚しようなジェクシー持ってきてみんなバンフフジャパンのフフルメイちゃんが結婚フフ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  まあどこかで生きてるのでちょっと皆さんね結婚しようなといえばあ <laughs> あ知ってるよもう見てる何回ももうリップとかでも見てるもんもうなんかああいうのに対してさいいよって言える春菜が本当に素敵だと思う目 <laughs> はもうねズバッと言っちゃういやマジで結婚おすすめしないからとかも言っちゃうから ダメですねもうバッシャリと切っちゃう最近は学んだんですもうちょっとちゃんとしようと思って結婚しようって言われたら五年五年っていうようにしてますみんな言われたことがないマジ言う人と言わん人がおんねやろうなあんまり結婚っていうワードが名はそこまで身近じゃなかったかもしれない今の子のほうがやっぱ混ぜてんだよきっと今時の子たちの なんか大人になった時すごいと思う絶対に絶対すごいと思う <laughs> いだってもうこんなにさ SNS も発達してさなんか機械 とかまあ AI とかもこうやって発達しててでなんかもう物が溢れてるんじゃないですか便利なものがだから絶対にやばいと思うだってゆとりのゆとりど真ん中のねさいうぐらいだからきっと今の子たちって絶対にすごいなんか IT 系に強くなるんだろうなみたいなあやばいっていうのはあのだからやばいってんだろう 将来大変だって言うんじゃなくて将来も絶対もう IT に強い子たちになるんだろうなってやばいっていう意味です5年後待ってる人たくさんいそう5年待ってくれます本当にばっしゃり切られるそう5年後で <laughs> ちなみにこの5年は1年経っても2年経ってもずっと5年ですめい <laughs> ちゃんと同い年だからかな えでほんとにあんまり結婚するっていうあれがなかったかもよ保育園の時に何とかくんが好きみたいなのを言ってたのは覚えてるけどでも基本的にはもう全然ですね50年経ったら介護してあげるよしてくださいポニーテールを作る仕草さが好きな人あこれここあげてるやつこれが好きなの O. R. Z.。介護してくれ。頼むわ。介護必要だよ、今でも。<laughs> 永遠に五年待ちます。永遠に五年待ってて。<laughs> マジでめいね、でも。マジ使える。あんま、絶対多分結婚しない気がしてきた。誓うとか言ったら、あれだから、あれだけど。ポニーテール好きですか。 本当にいいでもメイもねあんまりおろしてるよりも結んでる時の方が好きなんですよここがすっきりするから最近はなんかおろしが多いですけど赤にしちゃったからねあとはこれをこうやってハーフアップとかにもできます マイハーフアップでした5年前のめいちゃんは切実に彼氏欲しがってたのに5年前っていくつ ?20 歳あ、もうバンゼージャパンにいるから全然彼氏とかどうでもよかったあんまりめい、本当にどうでもいいのよねいらないあ、これ言ったらダメだねみんなが彼氏だからいらないかなバンゼージャパンが好きすぎるいや、本当に本当にいやー、かわいい本当にじゃあちょっと今度名古屋で来月の名古屋は アハッ,ハップをしようかな10年前は中3高校生ぐらいあでもその頃はあは少女漫画をめちゃめちゃ読んでたからああれはえっと5年前かでも5年前だけど彼氏が欲しいっていうよりは「できてますか?」って書いてた。 僕もみんなが彼女だから彼女とかいらないわえだよねやっぱ人類みんな彼氏みたいなとこあるから大丈夫何も大丈夫じゃないハーフアップすごくかわいいえ嬉しいハーフアップのいいところはこの結んでる感とこのおろしを両方楽しめるところだと思います好きな人は好きだよね <laughs> みんなが彼女だから彼女とかいらない,いでも本当に彼氏とかいたことないしえあの学校高校の時もほぼ女子校なのでそういったこと一個もなかったですね専門を単位ということに必死だから時間割一1から7人まで全部入れてため。だから朝の8時50分から 夜の9時半ぐらいまでずっと授業を受けてただから全然なんか学校生活の思い出イコール授業の単位を取るって感じだった専門はもうそんな専門時代を過ごしてましたハーフツインよりツインテールが好きハーフツインツインテールツインはこの間してからねやばいもうコンタクトが浮いてきている花粉で。 エキしエキし <laughs> いや頑張ってお風呂に入りたい気持ちは山々だ誰かさ座ってるから目から見えるかかかしてくれる人いないチンが好きあと昔よくやってたのはあの片方だけにこうやってやるやつちょんまげみたいなチコリーターはよくやってました いや本当髪の毛乾かしてほしいよあのねブリーチめっちゃしてるとね髪乾きにくいんですよ永遠に髪の毛乾かない乾かしに来てください住所はこちらです今日はいっぱい寝るぞって思ってるほんとに明日もっと長く配信するかも永遠に配信する予定嘘です 仕事があるのでそれは無理だけどめっちゃ配信しますけどもなので皆さん是非来てねで <laughs> そろそろ1時間経ってたので終わりたいと思います今日も1時間ありがとうございました今月のライブが27日に桜ホール28日はアイドル甲子園とキネマクラブと 1ホールそう3本ライブですそして29日が赤羽ネニーにあるので、ね、ライブ出ます30日はタワレコ池袋かなぜひ皆さん会いに来てください土曜行けるようになるかもお待ってるちょっと早いけど土曜日会いに来てラバタンおつめいちゃんおやすみなさいハゲちゃんありがとうサマスおやすみブラボー,ブーお疲れ様でしたありがとうムンジロさんお疲れ様です おつめいちゃんでした。またね。またね。じいじ。またちょっと明日からまたこうやってライブの詳細を持ちますね。ちょっと今日はもう花粉ですいません。じいじおつめいちゃんまたね。ただとらさんおやすみおやすみ楽しみにしてる。ふちゃんお疲れ様でした。きゅんです。ぜひ来てください。会いに来てね。おっつゆちばどりおつおつー お疲れ様ありがとう。ってことで、以上、バンドジャパン、石川県伝道師リーダーの石原芽衣でした。また明日お会いしましょう。バイバイ。